我らのことを知らぬ者も多いと思います。我らは徳川家康と服部半蔵忍者と申し、主君は徳川家康様、そして棟梁が服部半蔵様にござり申す。あいつのこと、そして忍者のことを皆に発信する観光 PR 隊として普段は活動しております。ゆえにのこれよりはぜひぜひ我ら忍びの修行の成果を見ていただこうと思います。題して忍術披露。さあ、この度忍術を披露いたすのは拙者軽業の凛にござります。我ら忍びというのこの鍛錬を欠かさずいろいろ行っておったわけなんだけども、この度はその一つをお見せいたそうと思います。それでは修行の成果とくとご覧なれ。日常生活、それこそ皆々の中に忍んで情報収集をすることが最も重要じゃった。しかしながらこんな武器を日頃から持っておると攻撃するぞーって分かったな、つまった思えてしまうじゃろ。え、ゆえに我らは一見武器にならなそうなものを武器とし、そして日常の中でも使うものを忍具として用いることで日々どんな時にも情報収集を欠かさなかったということにござります。以上、拙者の忍術披露にござりました。お見事でございます。ナイス、大きな拍手をお願いいたします。さあ、どうしたの。まだまだ我忍びに関する情報で皆にお伝えしたきことがござりますな。さようでござりまする。それがこちらでござりまする。ババン、忍者アカデミーでござりまする。さあ、この忍者アカデミーは11月30日より愛知県は名古屋市の名古屋市科学館にて行われる、展示でございますね。展示でございます。我ら忍びが、先ほどリン殿がおっしゃっておられました情報収集、日々の逸話においてどのような技術を用いて、危機を逃れ情報を収集しておったか、そのような、技術を科学的な側面から解説しておる、そのような展示となっております。そして我らこの忍者アカデミー名古屋市の公式アンバサダーとして、任務をこれからも行っていきますが、ゆえにぜひぜひ11月30日より名古屋市科学館にて皆様お待ちしておりますね。お待ちしております。さよ、我らは名古屋公式サポーターをの先ほどの忍者アカデミーで務めることになったんじゃけども、どうやらからくり現世のテレビにてまもなく CM ならなも流れるそうじゃから、ぜひのこの辺りに住む者は楽しみにしておいてくださりませ。ではこれよりは我らの県前にて共に
盛り上がってまいろう。青龍後ほど会おう。さら